日清アロマスクエア、大田区民、ホール、アプリコアロマスクエアは、東京都大田区蒲田にある再開発地区である。高砂工業工業の工場跡地を、大田区と日本生命が共同で開発し、高砂工業にちなんで、アロマの名が付けられた。清水建設が施行し、1998年10月に、竣工。なお、この場所は、戦前には、 小畜蒲田撮影所が存在した場所でもある。JR 京浜東北線、東急玉川線、池上線蒲田駅の東側にあり、京急本線、空港線京急蒲田駅からも徒歩圏内である。なお、アロマスクエア単体では、日清アロマスクエアだけになるが、隣接する大田区民、ホール、アプリコンを含めた地区を総称して、大田区では、アロマスクエア外区と呼んでいる。 隣接した本釜田公園と統一感を持った緑、あふれる整備が行われ、周辺の人々の憩いの場として利用されている。地上18階地下3階、東屋1階、高さ82.3メートルの複合ビルである。クエ駐車場、駐輪場を併設している。地上5階、地下1階、東屋1階。収容人数、舞台設備。 その他ホール付帯設備の充実度に対して、貸し出し料金が割安なため演劇、コンサート等の商業公演のほか、多くの催し物が行われている。他に郵便局、マクドナルド、ドトールコーヒー、その他飲食店などがテナントとして出店しており、オフィス部分には、日本生命、ソニー損害保険などが入居している。また、高砂工業業の本社オフィスも品川区から、 移転して、ここに入居している。敷地内の公園には、映画、キネマの展示で使用された松竹橋のレプリカが、設置されている。また、区民ホールアプリコのエントランスには、松竹橋の実物の親柱が設置されており、地下1階には、松竹蒲田撮影所のジオラマが展示されている。ありがとうございます。